人、物、金を敵した末、CCIM のルークです。まあ、すでに私の動画で何度もお伝えしているように、11月8日に行われたアメリカの中間選挙では、与党、民主党が上院で主導権を継続し、野党、共和党は下院で多数派を奪還したものの、 共和党圧勝ということにはならなかったということで民主党が前線しました。まあ、記録的なインフレがこの続くアメリカでバイデン政権は厳しいギャフ風にさらされていたのに大方の予想を覆してレッドウェーブが起きなかったわけですね。中華選挙はもともとこの現政権への信任投票 という意味が多くて政権与党が苦戦するケースが少なくありません今回共和党側はトランプ前大統領に注目が集まりトランプそしてその熱狂的な小さなマガですねその存在というのがありましたトランプは大統領の在任中にさまざまな対立も生み出し 彼に反発というのも根強く、無党派層などの票が離れるのではないかという指摘もあったことは確かです。今回の選挙では若者世代が注目されました。若者世代は人工妊娠中,中絶の権利であるとか、気候変動対策といった民主党がより積極的に訴えていた問題に関心が高いということです。 こうした若い世代の投票行動が今回の民主党前線の要因になった可能性が大きいと見られています。18歳から29歳の若年層の今回の投票率というのが27%と推定されています。まあ、この数字は1994年以降に行われた中間選挙の中では前回の、えー <coughs> 選挙2018年の選挙に次いで2番目に高い数字となりました。さらに投票した若者たちの多くが民主党の候補者を選んでいました。なんと63%が民主党を選び、共和党は35%でした。1990年代後半から2010年代前半に生まれた若者たち、 彼らの社会、政治課題への関心は高いです。インターネットに幼い頃から慣れ親しんだことから、政治的な意思表示に抵抗が薄いと言われています。今回は、このいわゆる Z 世代の中から、初めて下院議員が生まれました。フロリダ州の25歳で当選した マックスウェル・フロストさん。これ最年少ですね。彼はキューバ系アメリカ人で、アメリカ国内で相次ぐ銃撃事件や、自らも事件に巻き込まれた経験があって、銃規制を求める運動のリーダー役を務めた経歴を持っています。今回の選挙戦でも、銃規制の強化であるとか、気候変動への対策強化などを 訴えて支持を獲得してきました。ジェット社にとって、この気候変動というのは現実の問題で、短期的、長期的にその営業に取り組まなければならないということを強く認識しているんですね。あらゆる層の有権者が今の候補者に満足していないということが一方であります。そのため、こういった 新たな視点を持つ候補者というのが幅広い有権者に受け入れられてきています。政治的な経験というのはあまり重視されなくなりました。Z 世代は民主党とか共和党といった党派に関係なく政治、社会のその課題の解決のためにより大きな重点を置いています。 Z 世代がより成熟して年齢を重ねればさらに政治に関われるようになり今後一層大きな影響力を与えるでしょうそうなればアメリカの政治変革のスピードはであるとかあるいはその争点は確実に変わることになると言えます以上テキサスのルークでしたチャンネル登録 よろしくお願いします。